これやっぱカムテールになったのも素晴らしいですよね。あ、はい、そう、全部ここの抵抗が少ない。本当にとんがってるものと同じように風抵抗が少ない。少ないです。ここに風の渦ができないので、あ、ここ後ろに引っ張る風抵抗はない。ないんですよね。すごいですね、はい、ここから全部ですもんね、はい、スーッと。そしてここがとんがってると縦の剛性がすごい上がって振動吸収はしなくなる、はいはい、こういう形にしてるフレームは縦振動に、はい、苦手。縦振動が全部伝わってくる、うん、でもこうそのとんがってるところをカットしてるからこの振動吸収が、あ、本当だ本当だ本当だ、これで吸収してくれるんですね、はい、分かりやすい、はい、あ、でさらにこのシーツテイは、あの、ここですね、これ丸いんじゃなくてピンチしてる、はいはいはい、ピンチしてて、ちょっと風抵抗が少なくなるようにピンチしてて、そして柔らかい。あ、本当だ本当だ、見てわかる、はい、すごいすごい、そう動きます。わ、すごいですね、はい、じゃあこれ振動吸収とか応用してるんですね、はい、うわ、そしてここは絶対動きません。あ、本当だこれはパワーライン、はいはいはい、やっぱりここに入るパワーがチェーンを通して、うん、力を逃がさないように、はい、これはパワーラインで、これは四角い感じ、そして中を見ると、はい、あの膨らんでる感じ。あ、へえ、中から見ると、あ、本当だ本当だ、ここはちょっともっこりしてますね、はい、この膨らんでる感じと四角い感じで、はい、もういくらパワー入れてもパワーが逃げない、逃げない、すごいこだわりですねここまで。このTT バイクでもないフレームで42キロ以上の速度を維持できる理由は、一つはこの風抵抗の関係、もう一つの理由は、はい、TT バイクと違って、はい、力が逃げない、うんうん、ずっと300ワット出し続けて、うん、漕いでられるんですね。それでパワーが逃げないから42キロとか40キロ のスピード維持ができる、はい、すごい。マイク・プライ社長、はい、マイク社長、そしてニール・プライ社長、はいはい、あ、そうですね、そしてニール・プライ社長の奥さん、はい、マイク・プライのお母さんも来ます、はい、すごい、家族総勢でみんなで、はい、大、は、阪、い、関西の皆さん、遅く行きます。だからそのちょっとストーリーがある、これ、はいはいはい、これ海があったり山があったりとか、あ、風、あ、これが風ですね、はい、意味してる、あ、はい、意味してるんですね。はい、全部ちょっとストーリーがあって、はい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 、そしてチャプター2スペシャルエディションに入らないけど、リミテッドエディション、あの1台1台に1箇所に入ります、はい、はい、このカラーはあの上の方トップに入って、はい、そしてこっちはあの下の方に入る。あ、これね、これ、はい、これ外見た時にどうなるのか、高級感を感じますよね、はい、これ日が当たるとすごい明るく、はい、光ります。はい、ここちょっと暗いので、はい、かっこいい。で、これこっちはカーボンの柄が出てるんですよね。はい、はい、そしてここで透明カーボンの、はい、透明 100%、はい、100% 日本産透明カーボン、その繊維が見える、これも太陽が光るとすごい柄がはっきりします。あ、いいですね、かっこいいな本当に。これも2つと同じの出ないですね、素敵に持ってるオーナーさんからも羨ましい。これも1台1台本当に量が違うんですね。なかなか手に入らない、はい、同じ2台はないですね。あ、柄が、はいはい、だからこのカラー1000、うわー、すごい、500台作っても1台1台この繊維の、はいはい、違う柄に合わせて。これこの色もいいですよね、最初の、はい、かわいい。そう、これマオリデザインがピンクで入って、はい、うん、テレのモデル名、うわ、かわいい。でワンポイントだけピンクがこのワンポイントがいいですね、はい、もうないんですもんね、日本で。これはもう世界にないです。世界にないんですよ、はい、これは持ってるオーナーさんはすごい、はい、これは2ヶ月前に販売しました。はい、もうないです。うわー、乗れるんだ、はい、ついに。何でしたっけ、これあのハンドルの操作性がいい理由が何かあるんですよね。はい、あのデザイナーのマイク・プライドさんもエクセスサイズに乗る人で、はい、でやっぱり普通のブランドは L サイズで開発して、 L サイズ並みのカーボンフォークの形を作って全てのフレームサイズに同じフォークを使うんですけど、うん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 、チャプター2は実は45ミリぐらいなんだけど、はい、あのチャプター2の大きいサイズは43ミリ、こっちは45ミリのフォークオフセット、はい、どういうことかというと、はい、このフロントアクセルの位置は1センチ前になる、うん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 、1センチ遠くなる、はい、そうするとあの曲がるとき
あのタイヤが足に当たらない、うん、すごいです。これこのこだわりが、ウィールベースがちょっと長くなって、はい、安定性があって、うん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 、だからハンドリングはエクササイズでも SS サイズでも大きいバイクと同じようないいハンドルができるからね、はい、うわ、他のメーカーはすごいコストがかかってるからやらないんですよ、はい、ベストまで、はい、うわ乗ってみて、はいはい、ありがとうございます。ついについにですよ、これ、はい、これで6キロぐらい、いや軽い、本当に軽い、はい、ちょっとじゃあ行ってきます。はい、楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、チャ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